はい、どうもメスでーす。木曜日ということでね、アイコニックモーメント来ましたね。予告、まあ昨日のね、段階で公式の方からまあバイエルンミュンヘンのねアイコニックモーメントが来ますよっていう告知は来てたんですけれども、いやー大荒れでしたね。はい、ツイッターの方では大荒れ。まあルンメニゲアイコニックモーメントね、まあ前も一回出たことあるそのアイコニックモーメントのルンメニゲがもうチートすぎるって言って、まあね、そのチート級のアイコニックモーメントのルンメニゲがまた来るんじゃないかっていうことでね話題になってたんですけれども、見事にね外してきましたね。まあ個人的には嬉しいです。まあ持ってる身としてはね、ルンメニゲねまた来てもまあしょうがないというか、うん、しょうがないんで、ベッケンバウアーがね来ましたね、代わりに。いやねベッケンバウアーがね本当にまあもうね口を開けば強いとしか言わないんですけど、どんな選手来てもよく分かってねえから。でもねベッケンバウアーに関しては違う、マジで強い。これはねレジェンド、まあノーマルレジェンドのベッケンバウアーをね俺ガチスカットの方に入れてるんで、もうずっと使ってるんで分かるんですけどね、強い。それがアイコニックでアイコニックで登場ですよ。いやもう強いでしょ本当に。ポジションいろいろできるしね。うわーでもポジ取れねえや俺、使っちまったわ。うわーこれまたポジショントレーナー取らないとな。まあでもねベッケンバウアー強いんで、まあとりあえずね獲得していきたいと思います。まあ無料分3回でいけるだろう多分、フラグじゃなくて。なんかツイッター見るとね、もうすでに無料のねこの3回で引きましたって報告がねちらほらあって、持ってる男なら無料のこの3回でねベッケンを引くと。いきましょうか。はい、さあ一発目来る？頼むよ。これ違うな、これ圧倒的に違うな。これアプリだからベッケンバウアーだろ。どこに落ちるんだ、その他ヨーロッパだよね、バイエルンだから。なるほど、青色のところか。あと2回頼む、お願い。あ、これも違う、これも絶対違うでしょ。おいふざけんなよ。うーわ、ちょっと待って待って待って、やばいやばい、バカ横。ラス1、いやこれで引きますよ。さあ皆さん、これが持ってる男、持ってる配信者の強運。さあ皆さん、活目せ。いやね、ほんとまあこれね、特にね、何かするっていうことはやめとくわ。今日はね、ちょっといろいろ言いたいことがあってね、うん、ぐちぐち言いながら、ちょっとガチャ回したいと思います。これはもう、コンプとかもうね、別件しかいらないんで、ぐちぐちね、ちょっと愚痴を言いながら、あ、これ来る可能性あるね。やっていこうと思うんですけど、おー、これは誰だ？でもレジェンドではないね。ミカエル・クイザンス。はい。そう、こういうね、DM が最近よく来るんですよ。ドン、こういうの。いや、さ、まあ、わかるよ。俺みたいにさ、廃課金で、アホみたいに引いてりゃさ、ねえ、なんかちょっとくれよみたいなね、その iTunes カードくれよみたいな言いたくなる気持ちわかるんですけど、言うてね、言うて俺もね、お金払ってやってるから、当たり前だけど。でこのお金どこから出るのかってさ、無限に湧き出るわけじゃないからね。俺んちの庭からお金湧き出るわけじゃないから。このお金ってもうね、もう何年も前からウイレやって、コツ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 ね、こう登録者を伸ばして、まあ企画考えて、睡眠時間削ってさ、動画編集してっていう結果のこの100マイクラブコインだからね。なんかその辺を勘違いしてるというか、あげないからね。なんか最近さ、ツイッターでもツイートしたけど、なんだろうね、支援しますって。何を企んでるんだろうね。あれ本当に、ねえ、まあでもこういうの言うとねえ、あれか、またなんかいろいろ言われちゃうかもしれないけど、いや怪しさマックスだよね、ああいうの。まあでもそういうのにね、まあ別に損はないしって感じですがる気持ちはわかるけどね。俺が全然課金できなかった頃もまあ課金できなかった頃っていうか、ほぼ無課金でやってた時期もあったからね、最初の方は。
あの知ってる人知ってると思うんだけど、 GP でなんだっけな、100万GP かなとか貯めて、なんかね全部一気に引くみたいな、そういうのもねやったりしてて、まあ今となってはねもう完全廃課金になってしまいましたけど、まあ何が言いたいかっていうとね、さっきも話したんだけど、お金は勝手に出ません。はい、頑張って頑張ってね、まあこれも一種のまあ趣味半分だけど仕事ですよ、仕事半分趣味半分で手に入れたお金なので、なんかくださいって言ってはいあげますってことはねもちろんやりません。はい、頑張ってまあバイトするなりね、将来仕事してまあ趣味の範囲でね課金するもいいし、まあ課金しすぎてね破滅するのも良くないか良くないけど、うん、楽しめる範囲でね課金できるようになることをね祈ってますよ。そんなね無償でね他の人からお金もらうなんていうことはね許されないですよ。てか来ねえな、カットだわ一旦カット。あーっと枠がいっぱいになりました。ね引けてねえわ。なんかさポンポン飛ばしてたらさ、なんか一人混じってた一人混じってんだよな。いや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 、求めてねえよ今、マジか。いやなかなか雑談してるうちにね別件来るかなと思ったけど来なかったね。なんか一人混じってるしもうやばい、ちょっとマジで。特にねあの PS4 ねまだメンテ中で開けてないんですけど、ちょっとね PS4 もちょっと前回のことがあるんでね、あなんか二人やってるまでとかちょっと怖いんで普通に引くようにするわ。これさなかなかさ3人のうちの1人狙い撃ちって結構きつくない？てかマジで沼らないでほしい、さっさと引いてほしいんだけど。俺もうこの動画雑談でもうなんか引いておーしオッケーって感じで、ということでね皆さんね課金できるように皆さん頑張ってねお金稼ぎましょうみたいなね雰囲気で終わらせようと思ったんだけど、なんか全然雑談を伸ばしに伸ばしても全然引けないっていうな。おい、ってかいつ引くん？あ、これ来るわ、これ来るでしょ、頼むよ。来た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 、頼むよ頼むよ。あ、背番号分からんけどこれ別件だろ別件だろ。いや来たわ、よし、いやー来ました。何連目か分からん、何連目か分からないけど来た、多分50連は超えてるな。いやー来ましたね、ナイス。オッケー、じゃあこれちょっとレベマにしようかな。いやー来ましたね、よかった、あんまり沼らなくて50連ぐらいで引けましたね。で、まあ一切ね声も入れてなかったんでカットしたんですけど、またねなんか混じってました、はいまた混じってました一人、はい、なんか来たけどまあそのまま何も喋らずスルーしたわ。うん、おし、トレーナー結構いるんでねこれ全部別件に突っ込みましょう。すぐレベマになるでしょ、19だから。いやー嬉しい、早めに当たったのナイスだわ。はい、ということでね、ベッケンバウはあっという間にレベルマックスになりました。いやー、ほんとにさ、能力チラッと見たんだけどさ、やばいね、これ。ほんとに。まあ、よくさ、アイコニックゲーだとかさ、アイコニックは環境破壊だとか言うけど、まさにだよね。いや、ほんとにそうだと思う。だって、しかもこれでさ、ライブアップデート、B 固定だからね。いや、もうさ、強すぎだよね、ほんとに。まあプレイスキルがねある人はまあアイコニックなくてもねまあプレイ面でねカバーできると思うんですけど、僕はね全くプレイスキルが追いついてないのでゴリゴリねアイコニックゲーやっていきたいと思います。いやだってさ、ここからさらにさバイエルンのさユニフォーム着れば2プラスでしょ。いやぶっ壊れだよなこれは、すっげえよこの能力マジで強い。でさ、まあ一つ残念なのがね、ここなんだけど、ポジショントレーナーね、さっきもちらっと言ったんですけど、まあアプリの方に関してもね、PS4 の方に関してもアイテムがね、今なくて、いやできればね、CMF とか OMF でもね、まあアプリの方に関しては OMF の監督なんで、いやー使いたいんだけどね、ちょっとないので。まあセンターバックか DMF かな、まあ、全然やれると思います。すごくないこの能力。
はい、ということでね、今日の動画はここいらで終わろうと思うんですけれども、本当にね、もう何度もうるせえって言われるかもしれないんですけど、まあいいっすよ。支援なんだどうのこうのっていうのはね、まあしたい人は勝手にすればいいと思うし、受けたい、まあなんか怪しさ満点だけど、まあ本当にされてんのかな、わかんないけど、まあその辺は別にいいです。ただね、 iTunes カードくださいはおかしいだろ。おーいやマジでそれはおかしいでしょ。それだけです。はい、ということで、iTunes カードはあげませんという動画でした。ありがとうございました。